宇宙がなびらユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、10月の3日木曜日、旧暦のうちなぐみでは8月の29日などいびんね、旧暦でももう8月は終わりですね。はい、もう今月もね、10月スタートしたばっかりで、もう秋を感じるというわけではあるわけなんですけれども、まあその風の冷たさはね、秋の気配というよりもちょっと怖い台風ね、23号なんですけれども、先ほど沖縄気象台ね、午前9時、発表されました台風情報によりますと、ちょっとね、こう心配になってきたのが、まあ、昨日までは本当直撃かっていうこともありましたけれども、逆に今度はですね、沖縄本島とそれから八重山の間を通り抜けていくという、まあ、あの夏によくあるパターンですよね。まあ、これが、いわゆる東シナ海側に入ってくると本島のダメージがかなり、返し風でですね、大きくなるということがよく言われておりますので、ちょっとまだまだ、予断を許さないという感じではあるんですけどもね。しかしながら勢力も徐々に強くなってきているということでございまして、5日土曜日ね、土曜日の深夜には950ヘクトパスカル予想しているということで沖縄気象台発表しております。沖縄電力の方からはもうすでにですね、今朝から私たちの方にも広報依頼がございまして、早めの暴風対策をしていただきたいということでございますね。この後まあいろんな情報を私たちも取りますけれども、まあ中国大陸に抜けていくのではないかなというふうに予想しております。ぜひ今後のですね、台風情報にもお気をつけ、そして暴風対策を早めにですね、よろしくお願いしたいと思います。それではインターンジャー出番ですよ。今日も1時間お付き合いください。お相手は中曽根智晴です。はい、お送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。はい、この曲ユミタンソンカをお届けしてるわけなんですけどもね、まあ通常、毎月ユミタンソン石見電池村長がご出演の時にですね、この曲をお届けしてたわけなんですけども、ちょっと今回からはですね、昨日もご案内しました通り、今日から、10月一月間をですね、一部を除いて、ユミタンソン議会議員の皆さん方お一人ずつお招きしてお話を伺っております。それで、この曲をですね、オープニングでやっぱりかけていこうということですね。幾年か前にですね、議会でも読谷村歌をどう活用しているのかというね、ご質問なされた議員の方もいらっしゃいましたので、それも私も耳に残っておりまして、なんとかこう、少し、ずつでもですね、私たちもまあ行政に協力しながら、その読谷村歌をですね、一人ずつ、議員の皆さん方にご紹介しながらバックでですね、お届けしていきたいなと思っておりますので、皆さんもおなじみよくよろしくお願いしたいと思います。それでは今日からスタートいたします。フェミタンユンタンジャ出番ですよ。フェミタンソン議会議員いらっしゃいの時間でございますけれどもね、一発目来ていただきました、トップバッターこの方でございます。はい、さいぐすうよ、中うがなびら村の議員ちとみとおびる国吉正和やいびん、中やいびんユンタンジャの FM 読みたん出番ですようで、議員の出番ということでですね、中、はい、は村ごと資金ごと話うんぬきれあるむとびごとゆたしくおにげさびら、はい、ありがとうございます。こうやっぱりこう島言葉を意識して、はい、さすがですね、まあ、9月は特にね、はい、最近そういうお話がございますけど、まあ、私も議員になって8年、地域の敬老会ではですね、はいはいはい、冒頭だけじゃなくてフルバージョンで、うちの島口でですね、島言葉で、先輩方にご挨拶申し上げております。あ、そうですか、さすがですね、はい、我々もちょっと見習っていきたいと思います。さて、もう今日は、1時間という枠の中ではありますが、国主議のですね、日頃のまあ議員活動であったりとか、また、先日終了いたしました9月議会、はい、はい、その件などもですね、含めて1時間お話を伺っていきたいと思いますので、また絶妙なトークで期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、まず最初は
どのようなお話からいきましょうか。そうですね、うん、まあ、まだホットなお話なんですけど、うん、実は昨日ですね、晩琉球新報の、はい、琉球新報賞ということでですね、私たちの地域の大先輩であります、うん、元読谷村長、そして、はい、前参議院議員のですね、うん、山内徳信さんが、はい、沖縄の振興と地方自治の発展に尽くした功績ということでですね、うんうんうん、琉球新報賞を受賞、はい、私も昨日その受賞式典で祝賀会も参加しました。なるほど、うん、山内徳信さんのところがですね、うんうん、バス1台をチャーターしてありまして、地域の宇佐の皆さんを中心にした、うんうんうん、皆さんと一緒に昨日パシックホテルでですね、うん、盛大な式典祝賀会参加しまして、また役場の方からも議長をはじめそれから部課長10名ほどがですね、うん、はいはい、参加していただきまして、うん、私たちは山内徳信さんのこう受賞をみんなで、うん、喜びました。なるほどね。また山内徳信さんがですね、うん、式典の受賞者の挨拶という中でですね、はい、私も非常にまた改めて、うん、感銘を受けました。本人のこれまでのお話、うん、非常に格調高いですね、お話をしていただいたなと、うん、また本人も原稿をしっかり書き溜めてですね、ご挨拶をさせていただいて、ホテルいっぱいの満場のお客さんからですね拍手をいただいたということで、私ももう一言一句聞き漏らすまいというぐらいの、うんうん、それぐらい格調高い、うん、お話をさせていただいて、非常に地域の、はい、本当の僕らはまだ若輩であれなんですけど、こう大先輩のその思いというのをまた、昨晩も改めて感じたなという一日でございました、うん、ね、山内徳信さんはね、前回も読谷村内でも、参議院議員優待ということでお疲れさん会もね、はい、多くの方が本当にこう会場にいっぱいで、立ち見が出るほど本当に、会場いっぱいでございましたけども、本当に多くの方々に、もう何ですか、支えられながら、まあ、議員活動やいろいろ地域活動をなされてきたということで、まあ、その表彰式も本当にこう、素晴らしいものであったという話で、また機会があったら山内徳信さんもお招きしないといけませんね。はい、そうですよ。番組にもぜひ、はい、うん、このようなね、お話も伺っていきたいと思っております。はい、はい、本当にお疲れ様でございました。さあ、それでは、どうでしょうか。議会活動のお話に行きましょうかね。そうですね。うん、まあ、9月議会がですね、9月の10日から、27日までと。うん、はい、いう期間で、9月議会というのは、うん、まあ、皆さんご存知のようにいわゆる決算議会ということで、うん、平成24年度の決算審査ということだったわけですけど、歳入歳出において今読谷さん決算の歳出で135億余りの、決算を、はい、前回一致で最終議会の上で認定をしましたけど、うん、まあ、その中でですね、はい、ぜひ私は村民の皆様に、一点だけご紹介したいなと思っていることがあるんですよ、はいはい、実はそれがですね、うん、お年寄りのですね、年配の方なんですけど、うん、この方が全然身寄りも援護者もいらっしゃらないというお年寄りをですね、役場の職員が、もちろん通常の業務は当然でございますけど、それ以外にその方のお家の身の回りのことをしたりとかですね、それから外の掃除をしたりとか、通常の業務以外のことをですね、役場職員がしてあげたということでですね、その結果裁判所の方からこの方の財産のですね、はい、分与を読谷村が受けたと。まず現金で1000万近くですね、それから不動産、はい、というような感じでですね、これが普段の私たちの読谷村の役場職員が、うん、やっぱり地域のことをしっかり、フォローしていただいているなというのが今回の決算であったものですから、うん、ぜひ村民の皆さんに紹介したいなと思っております。すごい、なんかこうなんかもうなんか心温まるような話で、いや、じゃあ役場の、皆さん方がこうケアをすることで裁判所が法律のもと、はい、読谷村にその財産を分与すると、はい、はあ、すごい、こういうことってあるんですね。
そうですね、私なんかもやっぱり決算審査をしている中で、それを確認しましたし、また決算の審査特別委員長の委員長報告の中にも、うん、しっかりその今私が表現したことは盛り込まれております。なるほどね、はい。いやでも本当に、公務でありながらもやっぱりこう市民になってやっぱり地域住民のためにということで行政が一生懸命やった評価が、まあ、こういう形でまた村民の財産にもなったということであれば ね、本当にこう日頃からの努力をですね、称えていきたいなと思いますね。はい、いい話ありがとうございます。はい、本当に役場職員はやっぱり常にそういう姿勢でね、うん、物事に取り組んでいるかと思いますので、ぜひ村民の皆さんもよく言われるのが、はい、役場来るの敷居が高いみたいな表現もあるんですけどね、本当に役場の職員は常々そういう気持ちで物事をやっておりますので、うん、ぜひ遠慮なくですね、そうですね、要件の向きを、うん、申し付けて、うん、役場職員に、物事をしっかり、うん、伝えていただければ、ね、十分村民サービスも受けられるかと思いますので、はい、ぜひ村民の皆さんにはそういうふうに努めていただきたいなと思っております。うんうんうん、いいですね。そうですね、うん、ぜひしっかりとね、私たちの行政ですから、はいはい、わったこうというのを思いと同じようにわった役場のってやるというぐらいの気持ちでね、はいはい、その思いでぜひね、はい、一心同体になっていただきたいなと思いますね。はい、いい話ありがとうございました。はい、さあ、それでは、今回もいっぱい質問ね、国吉松和にたくさんの質問がございましたけれども、はいはい、まずは何からいきましょうか。そうですね、うん、まあ、まずやっぱり議員は一般質問、まあ、私6項目今回、ね、投げたわけですけど、はい、質問する前にですね、初見というのを述べるんですよ、うん、そこの初見が非常に楽しみでですね、はい、要するにそれは何かと言いますと、うん、その時々の事象物事を表現すると、うん、これ質問とは別なんですよね、はい、まあ、ある意味で議員の一つの思いというんですから、そういう形で私今回ですね、うん、実は第66回の読谷村陸上競技大会、はい、あれについて私の地元である高潮区自治会の大協がですね、うん、一般女子において、はい、第14回大会いわゆる52年前に、優勝して以来の2回目の優勝をしたと、それから児童生徒の部で初優勝というふうにしてですね、普段の地域の自治会活動、うん、はいはいはい、体育、体育活動がですね、うん、いかんなく発揮できた私大会だったんじゃないかなと。なるほどね。うん、まあ私事ではあるんですけど、うんうん、まあ、私も読谷西部土地改良内にですね、はいはい、今年5月に、うん、西部読谷西部公園というのが開園しまして、はい、できました。そこでですね、うん、まあ、私も今度は60代になったもんですから、うん、年の初めから今後20年間に向けてのですね、健康づくりをしっかりせんといかなということで、はい、この施設を利用させていただいて、普段体づくりをやった。そうなんですか。その成果をまた発揮してみようということですね、うん、臆面もなく村陸上で60代の100メートルは走るわ、はい、年齢別リレー予選決勝走るわで、うん、合計100メートルを3本なんとか無事に乗り越えたなというのが、はい、おかげさまでですね、改めてあれまだまだ体力あるなというふうに、胴体に夢中って言われるんですね。いやいやいや、足取りも軽かったよということで、皆さんからイエールもいただきましたし、なるほど、本当に、うん、本当にこの陸上競技大会で感じたのが、地域の皆さんのこう取り組みというのが非常に大切だなと、うんうんうん、やはりそこには体協役員をはじめ自治会長をはじめですね、うん、はい、汗かく人がいると、それを今度は周りでサポートする人がいると、うん、これが一つの地域の自治会活動かなというのが本当にそういうのを感じたもんですから、それでその所見を述べてですね、うんうん、また一般質問に入ったということなんですよ。そうそうそう、はい、でそこでね、その地域の自治の中で、うん、まあ、9月はほら敬老会とかございますよね、はいはいはい、その中でですね、うん、今度はうちの高潮の若穂の会というんですけど、はいはいはい、そこの敬老会はですね、うん、出し物は全部、うん、会員が、うん、まず最初に85歳の皆さん5名でですね、はい、影屋で風で幕開けを余興やると。なるほど、すごい、うん、でいろんな出し物をする中でですね、うん、今度また50年ぶりにですね、うん、踊りをやるというのがあって、非常にユニークな自治会だなと思っております。なるほどね、はい、ありがとうございます。さあ、それでは一旦小林さん、はじめましてですね、その一般質問の内容に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。小林です。
送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日からは、ミタン村議会議員の皆さんがお迎えしてですね、ユンタンジャ出番ですよお届けしております。トップバッターは、国吉正和議員、今日来ていただいております。よろしくお願いいたします。さあ、それでは、まあ高翔くんね、出身区のこう、あざのもう皆さんと一緒になって、汗を流すことで、また新たな、視点が生まれたということをね、お話を陸上競技大会の事例でお話をされておりましたけども、一般質問の中にも、まだ、そのあざとか、行政区などのものもお話がありましたね。そうですね、はい、はい、今年は今回議案もですね、うん、行政区割についてということで議案も出てる中で、まあ、私も実はもう議会のですね、うん、行政区改善、調査特別委員会というのがありまして、それの委員長させていただいたんですけど、そういうな兼ね合いもございまして、うん、ぜひ私この行政区改善というのはこれまでも何度か物事を取り組んだんだけど、うんうん、実を結ぶことができなかったのがもう今のご時世そういうわけにもいかんだろうということで、うん、私も思いがありまして、また行政もその流れで物事があったということで、私も今回また今回で3度目でしたかな、うん、このタイトルで一般質問をさせていただいたんですけどね、はい、行政改善についてどのようなお話だったんですか。そうですね、うん、まあ、まずこの行政改善の一つの目的というのが、うんうんうん、いわゆるもう今4万あまりの村民がいらっしゃる中でですね、はいはい、復帰時点において、2万あまりだった人口からもうやがて倍近くなっているわけですから、でそこにおいていわゆる自治会への加入未加入という問題もございまして、うん、以前でしたら自治会に加入している方がほぼもう8割ぐらいいるわけですから、うんうん、そのまま行政のですね、事務伝達というのはスムーズにいったのが、はい、もう昨今今近々では 53% と、うん、これがですね平成元年の時には 80% 近くあったんですよ、うん、そうしますとこの25年間で 25% ということは毎年 1% ずつ自治会の未加入が増えていってると、これをほっときますと、はい、いずれそういった未加入が過半数になると、うん、それではやっぱり行政としても、うん、村民のサービス等が非常に厳しいのがあるだろうということで、はい、今回そういったのが出されてるし、私もそれに質問したわけですよね、うん、でそれで行政の皆さんもこの間23のあざ、はい、それから13の団体婦人会とかですね、うん、それから両県営団地等で、うん、いろんなこう説明会を持ったりして、村民合意に努めてきたわけです、はいはいはい、でその結果ですね、うん、今回 の, その議案も提案されたのが、うん、いわゆる平成26年の4月1日より、うん、いわゆる19の行政区、うん、はい、これは小学校5小学校ありますので、はい、そこを中心にしていわゆる北区、南区、東、西区、はいはいはい、中区と5つの小学校を中心にしてですね、でその中でまた南区の中にも、うん、南1区、2区、3区、4区というふうにしてですね、はいはいはい、それが合計10区の行政区ということが、今後4月、来年の4月1日から、スタートするという流れでございます、うん、はいはいはい、これも昨日ですね、実はユンタン村役場総務課の提供でですね、毎週水曜日3時に、この、番組をですね、はい、させていただくことになりました。私が、実はこれユンタンジャ出番です以外にもですね、はい、初めて担当することになりましてですね、6ヶ月間、うん、はい、多くの皆さん方にやっぱり行政側の方もですね、やっぱり広く伝えていきたいということで担当させていただいております。はい。はい、その中でもこのようなお話がですね、やっぱりありましたよ。はい、はいはいはい、うん、毎週水曜日ですので、ぜひね、聞いていただきたいと思います。これは時間は、はい、毎週水曜日午後3時から1時間の番組でですね、はい、お届けしております。うん、これは私、うん、いい取り組みだと思いますよ、というのは今回の質疑の中でもですね、うんうんうん、私今後の課題はということで投げたところ、やっぱり行政当局も、まず村民へのその制度の周知とね、そうですね、周知とそれからその行政区加入率、はい、それを
増やしていきたいと、うん、いうことで、まず私のだからそこの中流れの中ではもう最低限現状維持、うん、で私は 65% 当面のね、うん、はい、加入率を 65% まで増やしてもらいたいなというの。なるほど、なるほど。もう理想形 100% ですけど、これはちょっとやっぱり厳しいのがあるわけですから、まずは目標としてね、そうそう 65% と、うん、これはどうしてかと言いますと、うん、やはりこういうふうにして自治会に加入するという意識を芽生えさせることがですね、うん、今回の行政区割りの一つの目的でもあるわけですよ、うんうん、はい、いわゆるこれまでは例えば役場に世帯登録住民登録をしたときにも、うんうんうん、行政区割りがないもんですから、うん、今後はですね、来年からはいわゆる、うん、はい、あなたは南の一区ですよと、うんうん、でそこにはどういう自治会がありますよと、うんうん、そういった自治会にも加入も、うん、いかがですかという表現ができるわけですよ。はい、そうすると村民もですね、あ、こういうことかと、うん、いうことの認識が私新たにできるかなと思ってるわけですよ。確かに、うん、で今回の行政区のその改善においても、行政区割りというのはあくまでも行政の役割を果たす、はい、業務と、うんうんうん、それに対してまた自治会、はい、これは旧来ずっと活動している自治会というのがあるわけですから、うんうん、その自治会活動で今後だからやはり加入率を増やすためにはですね、うん、やはり魅力のある自治会作りというのが、ね、今度は自治会長さんはじめ役員、うん、その地域の皆さんのですね、うんうんうん、思い手腕が非常に僕は大切になってくるんじゃないかなと。そうですね、はい、まさしく行政サービスという言葉があると同じように、この自治会サービスというものがどれくらいのものがあるのかということがやっぱり今の若い方々ってやっぱりそこら辺が難しいところですからね。そうなんですよ、確かに、うん、中山さんおっしゃるように若い時はやはり仕事でですね、追われてる面もあるかもしれないんですけど、しかしこれは人生、うん、若い時ばかりじゃないわけですからそうですよ、うん、先ほどの私のお話ありましたように、うん、やはりそれぞれ年齢年を重ねていく時には、うん、そういうのはまた地域の、はい、うん、じゃあそれが突飛に年いってから、うん、じゃあゆいまるに参加しましょうかった、うん、それがそうです、ね、うん、厳しいのがあるはずですからね、うん、それから普段から地域でそういった物事取り組み、うん、いわゆる地域の皆さんと顔の見れるお付き合いをしとるとですね、うんうんうん、いざ自分が年いって、うん、そういったゆいまるに参加する時にも物事が取り組みやすいんじゃないかというのが、うん、これからの私は行政改善に非常に大きなウェイト、うん、プラス防災においてもですね、うん、あ、そうですね、はい、防災においてももうやっぱり今ちょうどね、はい、今週中にあざの区長の皆さんがですね、うんうん、東北の方に防災の研修にも行かれておりますし、うん、やはり今後はそういったものを常に想定した流れの中でやるためにも行政区をしっかりすることによって防災あるいは自治会活動につながるかなというのが今回の私の質問の目的でもあったわけです、うん、そうですね、まあ、そういう意味では本当にこの福祉防災というものはどうしてもエリアという問題が出てきますからね、本当にこうお隣近所で、支えられるもの、その行政エリアとして今後ですね、読谷村が変わってまいります。しかしながらこれまでの活動をしているあざとかね、それから何々婦人会とか青年会というものはこれまで通り残っていきますので、それをもっともっと、皆さんがね広く一緒になってで活動ができるように、その連携がうまくね、できるといいなと思ったりもしますね。はい、そうなんです、うん、それで今回まあ、議案の第62号ということでね、うんうん、この行政区割りについてということが出されて、うん、私それについて、まあはい、賛成討論ということで次のように述べたんですよね、うん、はい、お願いします、まあ、これまで行政区域等の設定が進まなかったのは、うん、戦後の米軍基地接収により共同体が分散居住を余儀なくされる中で、うん、来年の日本一の村を前に行政区域等の条例を整備することにより壮大なキャンパスができ、うん、第1条の目的から第8条の委任までの条例を施行することにより日本一の村の絵を描くことができ、名実ともに日本一の村にする条例ですと。そのためには村民への制度周知と村の責務、村の村民の責任に努めることですと、うんうん、また今般の行政区域等確定において、うんうん、自治会の意向に沿う地域自治を尊重した設定であり、4万村民が目的達成に努めることを述べ、賛成討論ということで、私こんな表現をさせていただいたわけです。なるほど、なるほど。そうですね、もうやむなく分散居住ですから、そういう意味では本当にこう読谷村全土が一つのキャンパスとして
そうですね、雨戸素晴らしい、はい、ぜひ来年の、ね、はい、日本一の村を目指して4万村民が、ね、はい、一つになって、村づくりを務めていきたいなという思いで、表現させてもらいました、ね、はい、いや、ぜひともまた多くの皆さん方のね、その思いに対することもですね、また10月の9日の日に、その、行政改善についての説明会、住民説明会が中ホールで行われるということでございますので、詳しくはまた読谷村の総務課、あるいは広報読谷の方をご覧いただきたいというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、行政改善、まあ、これもまだまだ続く、まあ、行政マンの方は、千葉な担当は4月1日がスタートなんですよっていう話をされて、まだスタートまでいかないんですっていう話をされて、はい、これからもまだまだ議員の皆さん方や住民の皆さん方とのご協力をいただきながら進めてまいりますっていう話をされておりましたのでね、まあ、これからもまたいっぱい質問でもまだまだその辺についてはね、はい、うん、また細部についてまたいろいろね、質疑等もさせてもらいたいなというふうに思っております、うん、そうですね、はい、まあ少しまた CM まで少し時間がありますからちょっと伺いたいんですけども、まあ議会の中で、まあ、こういう委員会を持ち、やっぱりこう特別委員会を持ってこう行政側にこう提案をするとかいうのはよくあることなんですか？そうですね、うん、まあ、通常の常任委員会というのと、うん、それから特別委員会は基地局と広報と、はい、普通はこの5つの委員会なんですけど、そういった何か課題があったときにですね、いわゆる調査特別委員会という名目で、はいはいはい、これはもう通常の枠組みと別にですね、うん、議員を募って、はいはいはい、そういった調査委員会で前回の、その特別行政改善の調査特別委員会においては1年間にかけて25回の 会議で、はい、提言をさせていただいた、ね、去年の3月議会においてですね、うん、提言をさせてもらったわけですよ。うん、この辺こういうことはやっぱりこう時折やっぱり海炭村が大きくこうシフトしていきそうな課題とかそういうものを受けた場合はやっぱりその海炭村民に代わって議員の皆さん方がこうやっぱりこうご自身たちも学びながら、チェック機能をしっかりとできるようにっていうことなんですね。そうですね、はい、そういう思いでやっぱり議会は議会の機能を果たしていこうということでございます。はい、はい、ありがとうございます。さあ、一般質問はこの後 CM の後にも続きます。お送りしております。ユンタンジャー出番ですよ。ユンタンジャー出番ですよ。10月は、読谷村議会議員の皆さん方もお会いしたお話を伺っております。本日来ていただいておりますのは、国吉正和議員です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、先ほどは、こう、行政改善について、こう、熱く語っていただいたわけなんですけども、次の質問もたくさんありますので、そうですね。まだ一つしか終わってないです、はいはい。半分になってますけど、はいはい、よろしくお願いします。はい。はい、まあ、次にですね、うん、認可保育所の件で、まあ、南フルゲン保育所についてなんですけど、はいはい、これが7月の22日に、うん、いわゆる沖縄県からの改善命令の期限があったわけですよね、うん、もうどこが月会でも私もその件について質疑をして、うん、ありましたね、まあ、継続してということで、はい、結局その改善命令どうなったんだと、うん、いうことで、質疑をさせてもらって、結局その改善命令は結果的に
には、うん、県もですね、はい、その改善が達成されたと、あ、なるほど、いうことで、はい、認めてもらいまして、うんうん、でその中身はですね結局こういうことの答弁になってるわけですよ、うん、まあ、新しい理事長が、うん、これまでの建設費、うん、を含めた、うん、3800万の、うん、支払いをして、はい、新しい理事長が誕生したと、うん、でその方は稲峰さんという方なんですけどね、うんうんうん、新しい理事長、まあ、いわゆる園長も兼ねて、はい、そういうな新しい運営をしていくということの流れの中 で、うん、でそこで質疑の中で、うん、結局園の敷地ですね、ええ、それは読谷村が、うん、購入して、うん、そして、その社会福祉法人の方に、はい、賃貸で、うん、借用させるということで当面は、はい、進んでいこうということ で最終的にはですね、うん、その敷地も、うん、社会福祉法人に、うん、購入してもらうと、うん、買い取ってもらうと、はいはいはい、いわゆる当面そういった処置をしようということ で、 ですね、うん、5月22日の改善命令が出されて、うん、ごめんなさい、5月21日の改善命令が出されて、うん、7月22日の履行期間、いわゆる2ヶ月間の、はい、月間、はい、間でですね、はい、行政当局が、うん、物事をそういうにして、解決してもらったというのがですね、私やはり村当局が、うん、いわゆる子育て支援と、うん、そこにいる園児の皆さん、あるいはご父母の皆さんに、うん、こう迷惑をかけていかんということで、うん、この短期間ではあったんですけど、はい、この2ヶ月間でですね物事を処理していただいたなということで、うん、まあ、私はそれは村の思いというのを、うん、評価したわけでございます、ね、まあ、その件についてはですね、うん、9月26日の琉球新報、それから27日の沖縄タイムスにおいても、うん、表現されていたと、はい、やはり村としてもしっかり子育て支援をするというのが姿勢であるし、うん、私たち議会もその予算については、うん、いわゆる土地購入の6300万、はい、その予算も認めたわけでございます、うん、議会としてもやはり子育てをサポートするのがまず一番でしょうということでの物事でありました。うんうん、そうですね、まあ、でも本当にこの短期間の中で本当にこう迅速に対応されたという意味では、まあ、園に、ね、いらっしゃる子どもたちだったりとか、そのご父母さんのことを考えると本当にこう簡潔明瞭にこう議会の方でもしっかりとこう、返答ができるような対応をして改善をしていただいたということは、私たち村民もやっぱり安心して任せられるなというね、はい、存立安心だなみたいな感じがやっぱりこうイメージ的に受けられるというのが今回の一般質問の内容だったなと思ってしました。はい、そうなんですよ、はい、で村としてもですね、できたらもし地元の、うん、方が運営できるんだったらその方が望ましいなということで、うん、地元の皆さんとも当たったみたいですけど、はい、まあ、それも私も質問で正しましたね、うん、地元とはどうなったんだということで、うんうんうん、ましたらやはりそう地元の皆さんにも声かけましたけど、うん、なかなかそれは短期間だったもんですから、物事の処理が急を狭まってたもんですから、うんうん、地元ではなかなか対応できないということで、うんうん、最終的に、うん、稲皆さんが手を挙げていただいて、うん、しっかり物事も、うん、理解してもらったと、はい、まあ、だから今後は新しい運営ですね、うん、ぜひ稲皆さんに私は期待したいなという思いがございます。ユンタンチャの子供たちのためにもね、はいはい、ご協力いただきたいと思います。ありがとうございます。こういうご報告を私たちはやっぱりこう新聞の記事にはまた見えないところがこう温かく伝わってくるなということをね、議会の一般質問ではそれぞれ感じるわけなんですけども、さあ続いて、次のご質問は、そうですね、うん、まあ、3つ目に、今読谷飛行場の方に後治療の展開の中でですね、はい、読谷村地域振興センターと、まあ、これ仮称でございますけど、はいはいはい、まあ、今彼の名前でそういうに振興センターを作ろうというようなのがありまして、私もこれも6月議会にも出しまして、また今議会もということで質問させていただいたわけですけど、はい、まあ、答弁ではですね9月2日にですね、うん、建設基本実施設計検討委員会が池原永純副村長委員長のもとにですね、はい、役場の部課長はじめ関係者が委員会を作りですね、うん、その検討の結果を12月末、まあ、年内には答申をしたいというふうな今物事があるわけですよ、うん、まあ、これ、はい、
すでに地域振興センター、うんうんね、建設基本計画というのはできておりまして発表されてましたね。こういうの、うん、私の方からちょっとご案内しましょう。はい、これはあの場所としてはどこら辺なんですか。場所としてはですね、うん、あのユンタ市場のですね、はい、まあ、正面の方に位置するわけですよね、うん、そこで約1000坪ちょっと余りの敷地の中で物事を展開しようと。これどういうものかと言いますと、読谷飛行場のいわゆる産業振興を兼ねながら、それから読谷村にあるいろんなあの産業連携をですね、まあ、一つのこの館を中心にして展開していきたいということであるわけですよね、うん、なんか実は私も先ほど聞いたんですけど、はい、昨晩、うん、この振興センターの中に、展開をしたいということですね、うん、はい、読谷村 の、 あの若い皆さんがですね、商工会の青年部を中心にしてですかな、うん、私もまだそこまで把握してないんですけど、はい、その NPO 法人地域振興応援団、はい、大取り会というのがですね、うん、昨日昨日あの設立そうです、ね、があったということで聞いてるんですけど、はいはい、ぜひそういった活用してもらってですね、うん、読谷の産業振興に生かしてもらいたいというのが、うん、このセンター設立なんですけど、うんうん、でそこに対して私はあのこのまだどういった人あのメンバーが、はい、あるいは組織が入るんだというようなことに関しても質問してるんですが、これは6月議会でもそうだったんですけど、うん、まだまだそこまで具体的なものはまだ確定してないということなんですけど、うん、まあ、昨日こういった NPO が設立されたものですから、うん、はい、一つ一つ年末の答申までには物事が見えてくるかなというのが、うん、あの質疑で感じたんですけどね、うんうん、その中でですね、うん、実は財源の件で私、やっぱり箱物を作るのにそれなりの財源がいるわけですからね、まあ、7億8億ぐらいかなと思ってるんですけど、うん、そこら辺の財源で確認しましたところですね、はい、答弁として、うん、まあ、一括交付金を活用を予定してるけど、うん、じゃあその一括交付金は村に割り当てられた6億5000万かと言ったら、うん、いやそうではなくて、うん、中部広域に割り当てられた、うん、中部全体での活用の一括交付金、これの利用を考えていると、なるほど、いうことなもんですから、私それはいいあの提案だなと考えだなと思ってるわけですよね。あの読谷に割り当てたものじゃなくて、うん、中部で広く使うもので予定をしていると、うん、だからそれが中部なもんですから、うん、なかなか読谷単独で物事が決定するわけにいかないもんですから、はい、慎重を期してるかなというのがまた議論の中で、ね、感じたわけですよ。あ、逆にね、うん、あの今こんなのが入りますよとかいうものが言えないっていうのは、そういうもっともっとお広い視野で見ていくという、そうですね、うん、はいはい、でその中でいわゆるこの計画委員会の出されてる、うん、これ6月に出されたんですけど、その投資の中でも、うん、指定管理者が、うん、望ましいという答申が出てるもんですから、うん、私もそれは賛成なんですよね、うん、いわゆる箱物は作ったけど、うん、じゃあ維持管理とかそういったのどうするんだという流れの中でね、うん、指定管理者制度を活用して、うん、で私もそこでまた再三6月議会にも申したんですけど、今議会においてもこの維持管理に関してはね、うん、指定管理者に、うん、負担を、うん、させるということを僕はあの再度訴えたわけですよ、うん、よく言われるのが箱物を作ったけど維持管理でうんぬんというのがね、いろんな地域行政において問題されているのが思うんですから、ぜひそこら辺を、うん、私は取り組んでもらいたいというお話を申し上げました、うんうん、なるほど、はい、まあ、これだけのものね、ある意味こう読谷村のゲートウェイもう門構えになりそうな場所に建てられるわけですからね。そうですね、うんうん、しっかりそれが運営されれば私は読谷の、はい、地域産業に大きな貢献するかなというふうに思っております、うん、ね、はい、ぜひ期待したいものですね、はいはい、ありがとうございます。さあ、ちなみにこの地域振興センターというのはいつ頃できる予定で動いてらっしゃるんですか。いや、ですからこれが一括交付金の活用なもんですから、うんうんうん、あ、まあこれ認定入って年度本年度内でいけるかどうかちょっと厳しいかなというのはありますので、うんうん、そうでなければ、まあ、新年度明けのなるかなと思うんですけど、これは何せあの読谷の一括交付金じゃなくて、あ、そうですね、中部のなもんですから、ね、そうですね、そこら辺になります、うん、なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。さあ、続いていきましょうかね、はいはい、次ですね、うん、読谷JA 読谷前三サロ、うん、いわゆるあの高橋穂三サロと呼ばれているところですね、はいはいはい、そこの
道路拡張ということを、うん、私また次いっぱい質問出したんですけど、これは実はですね、うん、はい、平成22年の6月定例議会において、私質問出してあったんですよ。ほうほうほう、もう3年間経っておりますので、うんうん、いわゆるどうなってるんだと、というのはその時の答弁がですね、はい、道路拡張を県中部土木事務所へ要請するということが答弁あったもんですから、うんうんうん、じゃあその後どうなってるんだということで、経過見解を求めたわけでございます、はいはい、でその答弁はその間いや担当部局としては8回、うん、中部六事務所を含め沖縄県サイドに8回、その件で、要請をして、でその結果ですね、まあ、改良事業の実施は地権者の同意を取り付け、うん、読谷村と協力しながら取り組んでいきたいと前向きに、はい、うん、いうふうに今、今、うん、中曽根さんおっしゃるように前向きに取り組むという答弁がもらえたわけですよ。ただしそれをまた内容をですね、うん、正していくとですね、うん、県としては6号線、はい、県道6号線、そうそう、うん、6号線の右折帯をという表現らしいんですね。あ、うん、そうしますとですね、私にすればこれ片手打ちと、いわゆる県道6号線というと読谷小学校校門前からいわゆる高潮向け、そうそう、ね、高潮向けの右折帯のみが県が構想と、なるほど、私、うん、それではねちょっと違いますよね。そうそうそう、不便をきたすと、我々が求めてるものとは、そうそうそう、やっぱり地域が求めてるのはいわゆる旧役場前から降りてくる、そう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 、県道あれは12号線というんですけど ね、うん、12号線とその6号線、いわゆる12号線からは左折帯、そうです、ね、6号線からは右折帯と、はいはいはい、そういうな拡張がやはり地域の交通事情には望ましいという、私は表現をさせてもらったわけですよ。そうなんです、あそこが混むんですよね。はいはいはい、それはもう地域の皆さんも感じてるところですね。 そうですよ、うん、それをだからなんとかということで、うん、でやはりその間に県も、うん、実施の予定みたいな感じは、いわゆる6号線の右折という表現は出てるわけですから、うん、まあ、一歩前進であるんだけど、うん、まだ完全ではないわけですよ ね、 そうですね、まあ、しかし県がそこまで表現するのにおいてはですね、うん、やはり村の行政当局、うん、それから地元の議員である中曽根県議と、それから、うん、中川県議がですね、はいはいはい、県議会においても、うん、そこの拡張については、うん、しっかり表現してもらってですね、うん、その成果も現れているかなと思っておりますので、うん、私もその時質問においても、はい、再度両県議を通して、また行政当局も、うん、しっかりその県当局とですね、うん、道路拡張12号と6号を交えた、うん、控えているいわゆる中央残波線のね、はい、6号線へのアクセスがもうあと2年後には、うん、見えてくるわけですから、はいはいはい、その時の当然交通量も増えるから ね、 そ、 ね、そこは近々の課題だよということで話申し上げたところ、うん、行政当局もそれしっかり積極的に取り組みたいという答弁をいただいております。はい、ありがとうございます。まあ、本当に地元の意向、まあ、地元の、ね、議員の皆さん方、読谷村の議員の皆さん方の意向、村民の意向をですね、しっかりと行政を受け止めていただいて、県の方も、ね、実態に合った、交通渋滞緩和のですね、道路拡張を期待したいものですね。ありがとうございます。一旦コマーシャルです、はい。
りしておりますインタンジャ出番ですよ。今日はですね、読谷村議会議員国吉松和議員をお招きしてお話を伺っております。後半は一般質問等に関わるお話を伺っているわけなんですけども、私たちの読谷村がどういうふうに変わっていくのかなっていう、なんかそのプロセスが、議会のね一般質問を聞いていると分かるような気がしますね。本当に今日は興味津々でありますけども、さあ、国吉また残り2つあります。はい。間に合いますかね。はい。はい、よろしくお願いします。はい。もう遅めの時間ですから。はい、続いては。次はですね、残波岬公園の、はいはいはい。電柱をなくそうと。おぉ。いうお話ですよ。はいはいはい。みんな、先月9月末でした、9月まで東大の写真フォートコンテストというのがね、やってました。ありましたし、はい、やっぱりあれだけの風光明媚なところに、果たしてその電柱というのが、確かにね。そう。これは皆さん常日頃感じてるはずだし、 そこでそういった写真を、撮る方ね、ぜひ私来年の日本一の村を目指すにおいてですね、この読谷村の残波の公園は連中ないんだよ、はい、ということを日本全国にアピールしてみたいなと。ね、プラスそれとですね、いわゆる防災の観点からです。あ、はいはい、もう公園に行かれた村民の皆さん感じてるかもしれませんけど、去年の夏の台風でですね、東大周辺がそうですよね、相当こう破壊されて、今は立ち入り禁止の、ロープも張られてるというふうな現状があるわけですよね、そういう流れにおいて私はそういった防災に関しても、そういった美観防災に関して問題の提起をしたわけです、特に今ご覧のようにサッカー場がですね、綺麗に、ね、はい、整備されまして、整備されて、この日曜日に、はい、開所式もされるし、それから指定管理者も新たな取り組みでですね、はい、また斬新な、あれ何と言ってました、カフェ&レストランでティーダサンさんという、ティーダサンさんでね、昨日オープニングセレモニーが、はい、そうですね、それから、はい、村長も1日の出た時に、あれヌーミングルーって言ってましたチンブルゲーラ。あ、チンブルゲーラ。そう。面白い。ねえ、そうです。なんかね、本当に面白い。も乗り物でしたけども、はい、それがありますね。ああいったにしてね、地域がまた新たな取り組みされてきてるものですから、ぜひともそういったものにマッチできるようなものをやってみたいということで表現をしました。いいですね、はい、そしたらですね、まあ、答弁で、行政当局も、その、電柱をなくすることについては必要性感じていると、いいですね、でそれで、はい、NTT 沖縄電力、海上保安庁、海上保安庁というのは東大の管理者であるけどね、はいはいはい、そこと無電柱化に取り組みたいというふうな話だったわけですよね、そうしたもんですから、いやそこのじゃあ電柱を撤去するのに実は中央残波線においてもですね、その電柱撤去をやるとコスト的に1キロに対して6億かかるわけですよ。わあ、すごい、で、村の負担は 25% ですから、そうすると1億6000万。1億6000万。そう。いや、私、それだけのコストかかるのを皆さんは、可能性はどうなのというような答弁を求めたらですね、そういう無電柱化のですね、推進委員のものに入れるんじゃなくて、いわゆるこれ行政負担行為ということでですね、考えてみてください。言われてみると私も思ったんですけど、今村内の公園、電柱立ってないですよ。あ、そうですか。はい、全部地下からなんです。本当ですか。はい、立ってるのは街灯の電柱ですよ。あ、そうなんだ。はい、あ、配線は全部公園作るときは地下からですよ。あ、そうですか、あ、じゃあ残波岬もそういう可能性がある、ね、そう、これが行政負担行為ということで、通常 の1億6キロ、1キロ6億かかるというものじゃなくてね、はいはいはい、そう、ただしまたそこには、私今日の表現のために、それ議会では掘り下げることはできなかったんですけど、今日の資料として、はい、担当部局と細かくお話ししたらですね、ただそのために一つネックがあるのが、今度はそのいわゆる沖縄電力とNTT がですね、それを了解するかと、いわゆる行政負担行為というと、これは電力が敷くものじゃないもんですから。なるほど。行政のものに
電力が乗っかるかどうかって話になってくるわけですね。そうそうそう、なるほど、彼らも彼らの財産として、そうそう、いわゆる電力としては自分たちの保安上、自分たちが作ったものに対してはね、責任持てるけど、ね、というような話があったもんですから、だったら私はそのさっきの防災の観点からね、今の東大のあの姿からするとね、逆に国をある意味で動かして、東大に関してね、あんな電柱立てていて、これ万が一この間の去年の夏のあれだったら、電柱に石でも当たったら電柱が倒れてしまったらね、そうですよね、東大の機能さえ果たせないわけですから、逆にそうだったらさ、電力 NTT を逆に国の方から説得する、させるという方法論もあるんじゃないのということで、先ほどテーブルでそういった話も交わしてきたんですけどね。これは議場ではなくて、これも議場ではなくて、そう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 、アドバイスとして、そうそうそう、はいはい、なるほど。逆にあの防災上ね、電柱を下に入れた方がどんな何がアクシデントが起こっても大丈夫じゃないのと、そうですね、東大の維持機能を図れるんじゃないかと、そういう観点からという、まあ彼らもやっぱり、その案は考えてるというような話がありましてね、ぜひともねこれ進めていただきたいですよね。まあ綺麗な東大を撮影する意味でも電柱はいらないよみたいな感じでですね、はい、私はユンタンジャー、本当にこう、まあ全部するのは大変だと思いますけど、そういうところどころ景観をねしっかりと作っていただきたいと期待したいものです。ありがとうございます。さあ最後の質問になりますけども、はい、次の質問が、はい、いわゆるもう皆さんも村民の皆さんも新聞等でご存知の、いわゆる沖縄本島へのね、鉄軌道導入と、はい、ありましたね、はい、はい、あれはよく、まあ、戦前の皆さんはいわゆる嘉手納まで警備員鉄道があったよという話も僕らもちょいちょい聞かされるんですけど、それがあの沖縄には戦後一切ないということで、やはり沖縄の交通体系を、南北貫こうということで、まあ、今あの高速道路はあるんですけどね、それ以外に鉄道を飛行というのが一つの今流れでございます、はいはいはい、そうですね、番組も取り上げさせていただきましたけども、これをなんとかこう読谷側にということで、読谷村議会でも勉強会なされてね、私一度取材に行きましたけれども、そうですね、はいはい、おっしゃるように、読谷村としても、あのなんていうんですから、この、はい、あ地図を、はい、地図を見ていただければいいんですけど、今県が構想しているこの高速鉄道というのは南北には確かにあるかもしれないけど、私たち読谷村にはなんだあの恩恵がないような形になっているわけですよね、あれ、それではいかんでしょうと、私たちじゃあその鉄道が敷かれた時に、私たちいわゆる茶谷嘉手納読谷、どうするんだと、どうするんだという思いでですね、我々あの意識を持たんといかんじゃないかというようなのが、私今回の一般質問の提起で、あの中身についてですね、細かい云々の話というよりも、やはり行政当局をはじめ我々議会人村民がそういった意識を持ちましょうと、いうなのが一つの私の今回の質問の定義であるわけですよ、実際にですね、あの本部町議会においては、平成22年にですね、要するに今回のそのこの鉄路に関して、鉄軌道に関して、いわゆる名護、北部は名護までなもんだから、本部まで、延伸というなのが、あの平成22年に本部町議会は決議もしてるわけですよ、私はやはりこれは本部町のそういった意識も、我々も見習うべきじゃないかなという思いがあって、私もその決議の資料も入手しまして、議会でも表現させてもらったんですけどね、我々じゃあ読谷村はこの鉄軌道が敷かれた時に陸の孤島にならないように、そうですね、まあ、そこは中曽根社長もね、この番組においても FM でも何度か、その富本さんですね、そうそう、局長を お呼びしたりして、いろんな、ね、番組でも展開もさせているのも、私も何度か再三聞かせていただいているし、ぜひみんなでそういった意識を持たんと、これ取り残されてしまったら、私たちにおいては厳しいのがあるなと、それについて村長はなんて最後に、村長が表現したのが、沖縄市うるま市方面へのですね、東西道路を含め読谷への新たな交通アクセスというのは非常に重要な問題だという言ってました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日のゲストは、読谷村議会議員国吉正和議員でした。どうもありがとうございました。